どうも、炎上イナゴチャンネルです。何やらね、ツイッターを見たら、トレンドでガンダム勢っていうものがありまして、なんだこれと思って気になったら、ガンダム勢炎上カレンダーの方を見たら、何やら炎上しているようでした。というわけで今日はね、炎上の話題を取り上げていこうと思います。炎上の内容なんですけれども、まあね、今後ろでずっと動画が流れてると思うんですけれども、このね、グジオンを使ってるのがたこ焼き氏で、で、ニューガンダムを使ってるのがレキアン氏なんですけれども、何やらね、たこ焼き氏のこの行動が煽りと言われたらしくて、で、その、たこ焼き氏が、これって煽り行為に入るんですか？入るのでしたら教えてほしいです。自分のせいでしたら改善したいのでご意見お願いしますといったね、ツイッターのこの動画と一緒に上げた内容が炎上のトリガーとなったようです。で、このなぜこれがレキアン氏に煽りと言われているのかっていうのを調べたらですね、何やらなんか右にちょんちょんちょんって歩いてるのが煽りっていうより、なんかコンボ選択がね、煽りって捉えられたらしいです。というわけで、こっから炎上が始まりました。これに対し、レキアン氏は、煽りか煽りじゃないかとか、そんな相手が不快に思ったらアウトでしょ、違うかというコメントを残しました。この騒動により、高校生ガンダマーたこ焼き氏と、KO であるレキアン氏の争いが、切って落とされました。皆さんはこの動画が煽りかどうか、どう思いますでしょうか？まあね、それは置いといて、この動画に対する引用リツイートを読んでいこうと思います。一つ目、誰か知らんけど、短気すぎて草。二つ目、小学校の時にスマブラで切れてるやつ思い出した。この人、中学生くらいよな。さすがにこれで大人ではないやろ。な、三つ目、なんかこのダウン白液の拾い直しが煽りになるってすごい世界だ。普通に少しでもダメ伸ばすのはありじゃないのか。4つ目、これが煽りに見えるなら冷静になるために一旦ゲームやめた方がいい。次、これで煽りならグシオンのダウン拾い格闘もう使えないやん。ダウン拾い格闘の存在意義がなくなっちゃう。わらわらといった感じですね。次です。マジでこういうやつおるよな。この人普通にかわいそうといった意見もありました。皆さんはね、この動画についてどう思いましたでしょうか？余談なんですけども、僕はね、視聴者にこれぐらい煽られました。はい。これぐらいやるとね、すがすがしい煽りだなと感じました。以上です。